女性とデートをしてみたい、一度男性の気持ちになって女性をエスコートしてみたいなと。私はどちらかというと、はい、男性にこうあのリードしていってもらいたいタイプなのでクリスマスは空いてます。じゃあこちらお願いします。風邪薬改革プロジェクトを推進するプロジェクトリーダーという役でした。あのなかなかこうして普段スーツを着ることもないですし、またこうあのキリッとした感じでこうテレビの前で出ることもそんなにないので、最初はちょっと不安もあったんですけど、まあ、仕上がりは、まあ、自分ではどうなのかなと思うんですけど、でもあの皆さんにあの風邪薬をアピールできたらいいなって思います。一応あのプロジェクトリーダーということで、はい、できる女性をちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、どうですかね。なかなかあんなこう振り回してコートを着ることがないので、うん、何度も何度も、はい、撮りました。15回ぐらい、あ、そんなに、はい、コートを振り回したと思います。かっこいいスーツを着て、うん、ヘアもメイクもバッチリ決めて会社に勤めていらっしゃる方とか、あ、かっこいいなって思います。女性とデートをしてみたいです。デートをしてみたい。一度男性の気持ちになって女性をエスコートしてみたいなと思いました。まあ、午前中はいろんな観光名所もあって、はい、で夜は夜景の綺麗なあのレストランで、はい、ご飯をするという。地方いいですね。京都とかいいかなって思います。前だともう、普通になんか友達感覚になってしまいますね、はい。まあ、引退してからもこうして素晴らしい舞台で滑らせてもらえる幸せというのを感じています。なので今年最後まで怪我なく風邪もひかずバッチリな状態で皆さんに感謝の滑りをお届けできればいいなというふうに思っています。選手の時ももちろん感じていたんですけど、選手を終えて引退してからまたプロスケーターとなってから、さらに皆さんに感謝しなければいけないなという気持ちがすごく強くなりました。ポニーテールではないんですけど、こう初めてするヘアスタイルだったので、なんかいつもと違った雰囲気で、はい、撮影に臨みました。最後に歩いていく映像があったと思うんですけど、その歩くのがすごく難しかったんです。高いヒールを履いてかっこよく歩くっていうのがしたことなかったので、なんか最初はこんな感じでこうやって歩けばいいのかなみたいな感じでした。歩くって難しいなって思いました。滑る方が簡単ですか。滑る方が簡単です、はい。女性の気持ちを考えて、いろいろエスコートしたいなと思いました。真央さんの願望でもあると。そうかもしれないです。はい、私はどちらかというと、はい、男性にこうリードしていってもらいたいタイプなので、クリスマスは空いてます。空いてる。空いてます。じゃあ予定を立てないと。そうですね、はい、考えます。